絶対無理でしょ、壊すの。壊されなければ勝ちですからね。で、はい。どうも、メイさん様です。ということで、今回もスプラトゥーンやっていきましょうか。今回はね、スプリンクラークレンボやっていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。という、今回ね、こちらのアマビー最悪でまだ1回戦もやっていこうかなと思うんだけど、この前ね、サバさんね、このリスポーン地点のこの場所に、スプリンクラー隠せるんじゃないかとか言ってやって、隠せないやんってなったんだけど、隠せますよってコメントが来て、頑張ってこうギリギリ投げると、待って、むずいぞ。これ普通に、あれできんのこれ難しくない？これ待って待って。もうちょい奥。待って。下手くそすぎる。やばい。あ、来た。これじゃない？これ、どう？これギリギリなんだろう？これ、ギリギリあんのかな？下に地面が。隠せますよってことで、今回ちょっとここにね、まずはね、隠したら、どうなんだかっていうのをやっていこうかなと思います。ここ、もうちょいここら辺で隠したいな。いけるか？あ、また変なとこ隠しちゃった。やばい。結構むずいんだよな、でもこれ奥の。すっげえむずいの。来た。どうよ？ここどう？どう？かっこいい。あ、待って見て。今回鬼の人さ、4キリッター使ってんだわ。絶対無理でしょ、壊すの。壊されなければ勝ちですからね。で、はい、ということで。いや、鬼、お前が鬼だろってコメント来そうだけどね。さあ、でやっていきましょうか。さあ、ちょっと他のみんなどこに置いてんのかな。で、見ていこう。あと残り30秒。あ、でも残り時間2分からね、ゲーム開始したんだけど。あ、待って。うわ、待って、そこにも置けんの。え、すごい。え、この木を貫通して置けるんだ、そこに。待って、もう一回、キノコの山、見て。これ。え、見て。そこの上、置けんの？この草の上。だからバレしちゃいそうだけど。誰が置いたんだろう、これ。すごくない？キノコの山、なんか、大丈夫？ここに置いていいの？ここに置くと見つかっちゃいそうだけど。大丈夫なのかな？いや、でもすごい、見て。こんなとこにも置けるんだね。サバサバここにも置けるんだ。これ今回、ちょっと、アマビウス大学すげえな。今のとこ置けんな。これ、上とか。ね。さあ、あと一人。青バリンどこに置いたのかな、スプリンクラー。こっから全然見えないけど、ちょっとわかんないけど、とりあえず、鬼側のリスポーン地点に、ちょっと向かおうかなと思いますよ。そろそろ鬼さん行動開始しますからね。鬼さん 4K リッター使っていますけども、どうなるのでしょうか。さあ、そろそろ始めます。2、1。さあ、始めました。さあ、鬼さん動き出しました。ここ、まず左から行くと。さあ、ここにはあんのかな、見た感じ、これなさそうだけどね。さあ、下に降ります。ここにはない感じだね、見た感じ。そうね、鬼さんもないなーつって、ここもないと。さあ、結構ここに置かれたりするからね、山ビーチ大学スプリンクラークレンボやると。鬼さんちょうど、あっ、オッケー、真ん中のガチホコの周りから探していく感じね。なるほどね。オッケー、お、上塗っております。上を登って、さあ、ここら辺にはないんじゃないかな、多分。そう、ないね。あ、ちょっと青バリンがね、どこにスプリンクラー置いたのかわかんないからさ、あれだけど。あ、待って。あ、壊された。あ、青バリン、あそこに置いてたんだ、スプリンクラー。あー、なるほどね。青バリン、ショック受けてる。ショックすぎて立ち止まっちゃった。さあ、あと残りは僕含め、あと3つ、隠されております。リスポーン地点にね、リスポーン地点で固まってる感じだね。残り時間1分ですが、お兄さんは頑張って探しております。さあ、これ、リスポーン地点早く行かないと、隠す側の。早くリスポーン地点に行かないと、まずいんじゃないか、時間的に。あとこれ40秒しかないぞ、時間。あ、そろそろリスポーン地点の方も行くぞ。さあ、お兄さん、どんな反応すんのかな？お兄さんは気づくのか？さあ、あ、まず左の、あー、スプリンクラー来ちゃった。はい、壊されていく。あれ？え、待って。お、え、3つ目壊された。あ、気づいてない。あ、サバさんの気づかれちゃいました。ただ、壊せないと。ただね、見て。向こうに置いとかれたさ、スプリンクラーに気づいてないんだよね。待って。あ、ちょ、サバさんのは見つか、まあ、ちょっと壊せなかっただけで見つかんなかったんだけど。あそこの木の上に置いたスプリンクラーはバレてなかったね。あれ、すごくない？サバさんはちょっとズルした感じあるけどさ、あそこに置いた人、正式にあれ見つかってないもんね。すごい、あそこ強いな、木の上。さあ、ということで、スメッシュワールド2回戦もやっていこうかなと思います。お次はサバさんが鬼でやっていきますよ。よろしくお願いします。オーバーフロー車でやっていきます。さあ、この場所結構、こういうね、走り方、私隠せたんだよ。
だからね、このスメッシュはね、この柱も気をつけつつちょっと探していこうかと思います。確かここ置けたよね、この間ここでやった時ね、置けたんで置けたと思います。さあ、ということで、じゃあ残り時間2分からね、ゲーム開始なんですけども、結構ちょっとね、今サバさん、あのランダムでね、いつもステージやってるんだけど、今回のね、あのさっきのアマビス大学の時みたいに、なんかこう壁の向こう側に隠しちゃったら、あのシューター系というか、あのチャージャー系だとね、壊せないんで、このお風呂系でちょっと最近のスプリンクラーでやるようにしてます。いやでもこういうね、局者打ちできるのはね、このバケツのいいとこだよね。ガチマチとかでね、オーバーフローシャーとか使われるとね、ちょっと腹立つけどね。さあ、そろそろ始まりますけども、なんか暇を持って余した人たちが来てますね。始めますよ、行きましょうか。1、さあスタート。ここら辺ちゃんと見よう、あるかな、ないかな、なさそうだね。さあ、なんか雨フラッシュが降ってるぞ。ちゃんとね、毎回ね、僕スプリンクラークレームは、ね、絶対全部見つけられるルールだと僕思ってるんで、やっぱわかるじゃん、インクのしぶきとか見たら。ちょっとね、見つけなきゃいけない、逆に見つけなきゃいけないルールだと思ってるんで、さあやっていきましょうか。ここは一旦ちょっと高台から見るか、ゆっくりちょっと集中してみよう。残り1分半、全然時間ある。あ、待って、あったよ。これここにはね、見えた。さあ、見えた、スキンの糸、あった、イエーイ。ここ壊していく。さあ、いや、ここ、あ、待って、あ、ここにもあるわね、ここにもあるわね。さあ、2つ目壊していく。いいよ。さあさあさあ、ここある、そしたらないか。いや、これリスポーン地点怪しいな、これ。あと残り53秒くらい。さあ、やばいぞ、塗って、よいしょ、オッケー。ここの裏、うわ、ここ怪しくない、ことか。ありますね。待って、これ壊せるか、待って、やばい、射程の問題で壊せない。とりあえずこれ一旦後回しにして、ちょっと待って、後回しにして、やばい。あと、もう一つのスプリンクラーが見つかんないんだよな。やべ、これちょっと待って、いや、これもう決死の覚悟でこれ壊すわ。いくぞ、せーの、ほっ、よし、壊せ。さあ、あと残り一つ、どこ行ったんだ、やばい、急いで探そう。あと一個どこだ、マジでやばい、焦るな、焦ったら負け。あ、待って、ここか、あそこ怪しいな、待って、やばい、見れてないとこ一つだけある、やばい、あそこ見れてない、やったー、くっそ。さあ、答え合わせやっていきましょうか。最後1個だけ見つからなかったんだよな、マジで。ちょっとね、あのオーバーフロッシャーいいと思ったけど、射程がどうしてもやっぱ届かないとこは届かないんだなっていう感じだったんだけど、まあ、とりあえず見ていきましょうか。お、あれ、あ、こいつだこいつだえ、なんだそれ、多分サバさん見たかもしんないな。え、こんなところに置いてたの。はい、青バリーここに置いたものが見つかなかったみたいですね。さあ、ここは見つけたね、えい、ここは見つけられました、えいさあ、最後に問題のこいつ、君はなんていう名前なんだい。あ、ラウちゃんラウが、ここに置いてたみたいです。いやー、ちょっとまさかここはね、届かないとは思わなかったね。まあ、ギリギリ届いたんですけども、めちゃめちゃなんか煽りかしてる。うるせえ。皆さんが静かになるまで先生3分待ちましたよ、ということで。いやー、なるほどね、ここにスプリンクラー置けるんだ、逆さ向きに。なるほどね。ということで、今回は早いですが、この辺で終わろうかなと思います。というわけで、この動画が面白かったら、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。めちゃめちゃオリーか。ということで、なんか、まだ。ということで、スプラトゥーンかくれんぼね、参加者ツイッターの方で募集してますので、よかったら僕のツイッター方をチェックしてくれると嬉しいです。というわけで、また見てください。それでは、ブイ、じゃー